どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、JAL が国内線、国際線の予約開始日をですね、変更を発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今回ですね、JAL が国内線、国際線の予約開始日をね、変更にいたしましたということで、まあ私のね、動画のチャンネルでは基本的にね、まあマイルとかホテルとかね、まあこういったものを発信させていただいているんですけども、この予約開始っていうのはですね、非常にね、重要なポイントっていうふうになります。まあこれがですね、今回ね、JAL の方で変更が発表になりましたということで、JAL マイルを貯めて特典航空券で発券されたいっていう方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということでこちらはね、公式サイトになっているわけなんですけども、プレスリリースで発表されております。国内線国際線予約開始を360日前午前0時に変更いたします。国内線国際線とも世界トップレベルの予約開始の速さを実現ということで、JAL はより分かりやすくお得で使いやすい運賃を目指し、2025年国内線運賃をリニューアルしましたが、より早期に予約いただけるよう、国内線国際線予約開始日をご搭乗の360日前午前0時に変更いたしますということで、国内線国際線とも世界トップレベルの速さとなり、約1年前から旅行の計画を立てることが可能になります。 JAL は今後もお客様の利便向上を目指して様々な取り組みにチャレンジしてまいりますということで、まあこういった感じでね、発表がありました。で、ちょっとね、こちら、見づらいので、私の方でね、国内線、国際線分けてね、紹介していきたいなと思うんですが、まずですね、国内線の、一般 JGC 会員ですね。私もね、こちらに入るわけなんですけども、こちらね、特典航空券も含むね、変更っていう風になっておりまして、まず変更ですね。今現時点では、JAL の国内線予約開始日は、変更前ですね、330日前の日本時間の午前9時半からですね、開始になっております。で、これがですね、2024年の3月の26日の0時からですね、変更になります。で、変更後はですね、JAL の国内線の予約開始日は360日前の午前0時っていった形になります。ですので、今現時点ではですね、330日前なんですけども、変更後はですね、360日前っていう風になります。またね、時間も朝9時半っていうね、お仕事されてる方はね、仕事の真っ最中だと思われる時間になってたわけなんですけども、まあ、今後はね、0時きっかりっていう風になりますんで、こちらね、予約しやすくなるのではないのかな、なんていう風に思います。まあ、こういった形になってるんですよね。で、変更日は2024年の3月の26日からということで、来年の3月の26日っていう風になりますんで、まあ、来年の3月の25日まではですね、この330日がね、適用されているわけなんですけども、3月の26日、0時からですね、こちらの360日前、午前0時からっていった形になります。こちらね、特典航空券も含まれるっていう風になりますんで、まあ、1年前からですね、もう来年のね、この路線取っておきたいっていう方はですね、360日前の午前0時からね、予約することができるようになります。で、このね、変更適用日時点ではですね、2025年の、まあ、この日ですね、この日時点だと、2025年の3月の21日搭乗分までね、予約することが可能っていった形になります。で、これはですね、国内線の一般会員、まあ私みたいな JGC 会員は、こちらね、対象っていう風になっておりまして、JAL の方ではダイヤモンドと JGC プレミアムの方に先行予約特典っていうのはね、ありますので、ダイヤモンドと JGC プレミアムの方は、こちらっていった形になります。変更後はですね、361日前の22時、日本時間ですね、22時から予約開始になるっていう風になりますんで、一般会員の方よりね、1日早い、まあ1日っていうか、まあ2時間ぐらい早いっていう感じですかね。はい、361日前の22時からですね、予約することができるっていった形になります。まあ、このダイヤモンドと JGC プレミアムの方だけですね、少しね、優遇されているっていうね、感じになります。まあ、2時間早いんでね、まあ2時間あればね、余裕で一般会員のとかね、JGC 会員の方より予約がね、早くすることができるっていう風になりますんで、まあ、国内線だけにはなりますけども、非常に強いですよね。で、こちら変更日はですね、一応こちらね、私がこの日付でね、算出した日付になりますので、このね、変更適用日にはね、これが適用されるかちょっとどうかね、まあわかんない部分がございますので、
こちらね、詳細に関してはこのダイヤモンドね、JGC プレミアね、持っている方は JAL にね、一度問い合わせしていただければなと思います。この文言通りであればですね、まあ本当はね、3月の26日の0時からね、始まるわけなんですけども、これがね、361日前の22時から始まるのであれば、まあ変更日のね、当日も、まあこちらになるのではないかっていうふうに思いますので、もしかしたらね、この翌日からになるかもしれないですね。まあ一応ね、この点は、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。で、これがね、まず国内線っていうふうになっておりまして、国際線の方はですね、日付の方はね、変更にならなくて、またね、会員別でね、特に変わったりしないんですけども、今までね、朝10時が開始だったんですよね。これがですね、2024年の3月の26日0時からはですね、360日前の0時から予約開始っていうふうになります。ですので、来年の3月26日以降はですね、10時間ぐらいね、早くなるっていう風になりますんで、国際線ね、特典航空券発券されたいっていう方は、いかにね、早くね、予約するかっていうのがね、非常に重要になってくる。またね、JAL のね、国際線の特典航空券は、ダイナミックアワードっていう風になりまして、座席が減れば減るほどですね、必要マイル数が上がっていく傾向になりますんで、まあ、こちら狙っていく方はね、非常に多いと思うんですけども、まあ、今回の変更でね、一番重要な点はね、この10時だったのが、0時に変更になるっていう風になりますんで、これ覚えておかないとですね、10時から開始になるっていう風に思ってたら、10時間前にもう始まってたみたいな感じにね、なり得るっていう風になりますんで、この点はね、本当に覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。ANA も JAL もですね、基本的に予約開始時にですね、特典航空券を押さえていただくのがね、一番予約しやすいと思いますので、この点はね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。で、適用日はですね、2024年3月26日、0時日本時間っていった形になります。まあ、こういった感じになりまして、じゃあこの360日前ってどうやって調べるんですかっていう話なんですけども、それがね、こちらで調べることができます。国内線と国際線ですね。これね、今ちょっと軽く触ってみたんですけども、9時半予約開始って出ちゃうんで、しかも330日前っていう風に記載がありますんで、まあ、今回ね、国内線は360日前になりますんでね。これまだアップデートされてないと思いますけども、まあこれもね、順次アップグレードされていくと思いますので、まあこの点もね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思いますかね。これもそうですね。入れると、これはまあ、時間が出ないですね。でも午前10時って書いてあるんで違いますね。はい、国際線も0時になりますんでね。これもまだアップデートされてないと思いますけれども、まあこれもね、順次変わっていくと思いますんでね。まあこういったページもありますんで、ぜひね、活用していただければな、なんていうふうに思います。で、またですね、こちらにね、ちょっと Q&A で重要な部分がありまして、まあ今回ね、360日前の0時からね、予約開始になるわけなんですけれども、アップグレード特典につきましても、360日前0時から受けたまわりますという感じで、またね、座席指定、国際線、国内線ともに360日前から利用することができて、またね、他社が運航するコードシェア定携航空会社、ワンワールド特典航空券、スタージャパン特典航空券も360日前予約開始になりますかということで、360日前から日付選択は可能ですが、他社のシステムによって360日前0時を過ぎてからの受付となる場合がございますということで、まあ、こういった感じに、ね、なりますので、こちらも覚えておいてください。それでは次にですね、今回ね、JAL で、話がありましたので、ANA の方もね、おさらいしておきたいなと思うんですけども、ANA の国内線は運航ダイヤ期間ごとに一斉予約ということで、夏ダイヤ、冬ダイヤね、分かれておりまして、こういった感じでね、予約が開始になります。で、またですね、国内線に関しては、こういった感じでね、先行販売がね、されるっていう風になりまして、前回のやつだとですね、8月27日にね、販売開始になるわけなんですけども、ダイヤモンドの方が9時半で、それ以外のプレミアムメンバースーパーフライヤーズ会員の方は1時間半遅れて11時から開始で、またね、それ以外の ANA カードとかね、ANA マイレージクラブモバイルプラス会員の方は翌日の1時からとかね、まあこういった感じでね、先行販売が ANA の方はね、されているっていった形になります。では次に国際線ですね。 ANA のね、国際線の予約開始日はハワイのね、動画の発券方法の動画でね、話したと思うんですけども、搭乗日を含まないね、355日前っていう風になりまして、時間は朝9時からっていう風になります。これもね、今回 JAL が変更してきたんで、もしかしたら今後変わるかもしれないですね。まあできればね、まあ夜起きててね、やるのも大変だと思いますけども、朝9時っていうのはね、やはり仕事されてる方はね、仕事してる時間帯になりますんでね、
夜中の0時の方がね、まあ利用しやすそうですよね。で、355日前からですね、いつまでのね、予約ができるかっていう話なんですけども、ANA の方はですね、特典航空券のね、検索画面で、まあ翌年のね、一番先の日付が、まあこの355日前からね、予約できる一番先の日付っていう風になりますんで、まあこういった感じでね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。はい、ということで今回ですね、JAL がですね、国内線、国際線の予約開始日をですね、変更いたしましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、これね、JAL マイルで JAL の特典航空券発券される方は非常に重要っていう風になりますんで、ぜひね、忘れないようにしといていただければな、なんていう風に思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。